お前の頼みなら聞かなくともわかっている。わしの霊術は汚らわしい泥棒などに施すことはできん。ちっ、相変わらず頑固だね。でもひいものちゃん、その実さ私に譲ってくれるよ。どんなお城の奥家系だって、どんな厳重な金沿いだって入れるんだもん。そうすりゃねえ、おじいさんだって宮殿のような素晴らしいお家が建ててあげられるし、世間からは生き神様のように崇めさせてみせる。誰だってこんな素晴らしい霊術師を神様と思わないやつあるしな。私はいつまででも待ってますよ。その資料とならゆっくり話をするがいい。だが取りつかれたらそれっきりだぞ。
王皆空なりと証券して一切の不役を脅す斜里四式は空に異ならず空は式に異ならず式すなわちこれ空空すなわちこれ式受創業式もまたまた格のごとし斜里四式の称号は空想にして生ぜぬ滅せず赤つかず広がらずまず現ぜずこの家に空中には
さって不意に鉄砲玉をくれちゃおたまりこびしがありゃしないよ。おやおや、かわいそうにくだばっちゃったんだね。しっかり押しよねえ。江戸川乱山でなくて、お気の毒だな。だがあいにく、いいなずきの女が他の男と相引きしてるのを指をくわえて見ているほど、この高木文七郎、お人よしにはできてはおらん。このことがもしお前の親父の鉄心斎に知れたら、どんなことになると思う。おそらく役子さん、自分の娘でありながら生かしちゃおかないだろう。我々お互いの家と江戸川の家との恐ろしい因縁をお前は知らないのだ。え、因縁？だがそれは秘密に属することだ。そのうちに寝物語に聞かせてやらな。江戸川の南波一刀流もこれにかかってはいささかもろすぎました。確かに打ち止めてくれましたな。それはもう野山無事の法術一発に極まって、我らの両党も不良に苦しまざるを得ませんでしたよ。いや、お手柄お手柄。あんな若造にな、短い追い先を脅かされていたんではたまったもんではないわ。高木さんも新井さんもこれでひとまず安心というものじゃ。これはな、少ないが当分の飲み代代だ。これはどうかんに。あはた、遠慮なく取っておきなさい。 ありがとうございます。ありがとうございます。では頂戴いたします。拙者が預かろう。今日はな、くつろいで一つやりましょう。さあさあ、無礼講じゃ、うんとやってください。ありがとうございます。笠山様のご協力です。いや、恐れ入ります。空なりと証券して一切の苦役を脅す。さりし式は空に異ならず、空は式に異ならず、式すなわちこれ空、空すなわちこれ式。主創業式もまたまた格のごとし、さりしこの処方は空想にして生ぜぬ滅せず、赤つかず清からずまさず厳然。この家に空中には色もなく、主創業式もなく、厳に別人意もなく、式証拠未足法もなく、限界もなく、ないし意識界もなく、無臭もなく、また無名を作ることもなく、ないし老子もなく、また老子を作ることもなく、口を滅動もなく、血もなく、また徳もなし、素朴な気を持っての家に菩提去った。あんにゃはらみったにいるが家に、心軽下なし軽下な気が家に、空あることなし、一切の天道無双を恩利して涅槃を仏教す。三世の諸仏、あんにゃはらみったにいるが家に、あのくたら三脈三菩提を得たまえ。大阪屋御所新井鉄心斎、高木平左衛門。戸川乱だ。お前の魂はその花石生の執着によって現世の義務を果たすためによみがえった。ご主だ。わしの霊術は従来死人の霊を呼び戻すのにとどまったが、まこそ肉体を伴うことができた。ご主だ。
不滅の霊魂はその肉体とともにいかなる現世の迫害をも退けるであろう。望みを遂げた上は再びここへ帰れ。わしの心を敷く者は不朽より他に何者もない。忘れてやしないのか、荒井新さんの娘をさ。ねえ、高木の赤さん。あば、食べてあんちゃんぜ。江戸が可愛くてか。江戸のこの野郎、今頃水車のあたりを堂々巡るしててじゃろ。ところで、さっきの秘密ってやつを聞かせてもらってもんでね。ねえ、あらな、聞かせらんないよ。よ、よ、言わねえとなるとね、余計聞きてえのが忍者なんだ。ねえ、あらな。それほど聞くたちは話してもやるが、あまり人に喋るんじゃねえぜ。よ、あらな、大丈夫。ちゃんと。この町に今から25年前、井戸屋十兵衛って大物持ちがあったんだ。ところがおめえ、主の十兵衛は密貿易をしたってんで、牢屋入りの挙句、一服盛られて与田仏になるし、一家は散り散りバラバラだ。なるほどね。で、そのからくりをやったのが、今の大阪屋五兵衛。あいつがその時の悪番頭さ。それに、あの女の親父の、笑いてしんさい。で、もう一人が俺の親父、町よりき高木平左衛門さん。悪いやつ。なんだと？いや、悪いこんがらかってる話やと。で、そうすると江戸がおらんだってな。敵討ちに舞い戻った江戸川のせがれだ。それでさ、なんか江戸川とあの女さ、敵と知ってるわけ。そうよ。先に惚れるなんてよっぽどどうかしてら。あれは銀八。気をつけろよ。秘密を知ったってことが親父殿に知れると命がねえぜ。おう。どうもおかしな具合だぜ。一緒に食べたわしがどうものうて奇妙なことがあるもんじゃのう、新井さん。日頃目をかけていた用心棒を惜しいことをしたな。はい。旦那様。ん？高木様がお越しでございます。何？高木様が。はい。おお、よし。はい。これはお役目ご苦労に存じます。大阪屋、そんなことをしてかしたもんじゃな。あんたんところの腕利きの用心棒を三人まで失うということにおいては全く力落としじゃろ。ほら玄関。はい。この死骸を入念に取り調べろっていかんぞ。はいはい。どうもご苦労様で。おお、新井おったのか。いや、ご苦労じゃったな。
き上がり物を拝見いたします。武道の鑑定ではこの蝮の血を毒に違いないと思います。蝮という魚は古来無数の人命を奪っております。ではなぜ主の御兵は当たらなかったのかね。それは人それぞれの体質によるとでも申し上げられるかはございません。なるほど、蝮の血を毒、蝮の中毒とあってはとがめ立てもなるまいの大阪屋。あ、はい。蝮は気をつけなくちゃいかんぞ。この浪人とて死んでい縁者とてもあるまい。あと年頃に葬ってやれ。なんともお騒がせ申しまして。玄関の取り調べ疑い晴れた。一度引き上げ。お前たちも下がっていなさい。はい、はい。やれやれ、これで万事滞りなく。大阪屋、はい。気候は相変わらずすごい腕だな。まずお互いは枕を高くして寝られます。うん。いや、いずれ五国にお目にかかろう。さようでございますか。あ、高木氏。ん？かようなところで言うのもいかがじゃが、お手前のところの文七郎じゃが。どうも近頃のありさま。ん？文七郎の素行が悪いから年恵をくれんとでも言うのか。いや、割って言えばもう少しなんとか収まらぬものかと。おらゆうじ、鉄心斎、不幸の娘は無垢の乙女だとでも思っているのか。高木、年恵がどうしたと。江戸川との噂を知らんか。知らぬは親父ばかりかな。黙れ。あれは大阪屋とも示し合わせておとりにしたまでじゃ。さればこそ知るよ。いや、好都合に言ったではないか。たとえ何て言おうとも、仇の種を宿している花嫁はこちらがお断りじゃよ。うん、よく言おた。その一言忘れるな。何だと。何を。まあまあ、いわば仲人同様のわしをのけ者にされては困る。それにそんなことでいがみ合うようなお互いの仲ではないはずです。25年前のことを忘れては、たとえ敵が亡くなっても安心はなりませんぞ。それに今日は江戸屋十兵衛の命日ですぞ。
待たせたな。宣告のお話、本当でございますか？何が嘘なもんか。お前の親父も、俺の親父も、その頃、糸屋の用心棒だったんだ。今さらジタバタしたって、たとえ泣こうがわみこうが、どうにもならねえ。やっぱり先生でした。日本娘の絵まだ描けませんか？美人がやかましく言って困るんですよ。諦めて冗談じゃありませんで、今さら。じゃあ一両高く買いましょう。じゃあ仕方がありません。二両どうです？二両三両1分、三両2分、三両3分。早い、思い切って五両どうです？え、五両。約束の十両と合わせて15両ですぜ。たった一枚の絵に大枚15両出そうってんです。こんなの断ってお前さん、これから先。秋は名所だ。死んで約束が果たせるか。
なんだ私はね、20年ほど寿命が縮まりました。まともに生きてたって2、3年がせいぜいだ。なんやて幽霊がね。お前はまだ幽霊を見たことがないからそういう口が聞けるのじゃ。芝居じゃあるめし、今のご時世にそうやすやすと幽霊が出てたまるもんかい。だがそれがこの目ではっきりと見たっていうのは一体どこの幽霊なんだい。それがなんと絵描きの江戸川先生。江戸川先生。へへへ、先生がいつ亡くなりましたね。え、へへへへ、冗談も休み休み言ってもらおうじゃねえか。やっこさんからこのタバコを吸ったのは膝のほやほやだ。え、タバコは吸うものに決まってら。おい、よしこ。へい。お、姉子、今時分まで一体全体どこをほっつき歩いていたんです。何を平塗りして叩いているんだ。ぐずぐずしてないで一っかし洗い先生がどうじゃ知らせんだ。あの先生に知らせるって何をです。ご主人が幽霊に喉を突き刺されて。え、八幡様の横に片足突っ込んでおいでなさるとね。え、じゃああの新井の鉄心斎先生が。姉子、その幽霊っていうのは姉子の首ったけの。余計なこと置いてないよ。
やっぱりそうか。グズグズしてないで早く言っといてよ。姉御、すまねえがこれをちょっと預かっておくんなさい。おや、これは。ええ、毛差し方先生からちょっと拝借したんです。取り戻しにでも来られるとたまらねえからな。なんだ、てめえこの人じゃねえか。びっくりするじゃねえか。どうだった。びっくりさせん。どうだった。早くもルベルを送れよ。あ、よしよし。なんて、みんな生きたらしい顔しやがって。ちっそっちゃん、はい、熱いのをどんどん持ってきてくんな。はいはい、はい、あ、こら、あ、おめっつや、おやね、ど、早くしておくよ。もう、若い者ってから行くにはなくけど。はいはい、お待ちどうさまで。ええ、姉さん、お前さんは、おさながらも度胸だね。私はね、そこまで幽霊の友をしてきたんだ。この表ではぐれちゃったのさ。え、表で。おい、今、今夜早じめだ。うん、相手震災は鋭利な担当用の凶器によって喉を一突きにやられておりました。何、あれ言うか。不審としますところは大阪屋出張曲がりあります上役の者3名の死骸、いずれも荒井手震災の立ち先にかかったと思われる点にございます。なお担当を持ち荒井ほどの者を赤子のようにあしろうたくす者はよほど敵気の者と察しられます。もうよい、もうよい。奉行所では上役のご出張を待っております。俺の人宇治屋で休んでるぜ。
ことで来ちゅうだで。そうじゃねえよ。会社。ありがとうございます。かごや。わしはある事情で世を忍ぶ者じゃ。ここに背を向けて目をつぶり、数を四十個数えてくれ。Thank you.
江戸川さんの幽霊はどこ行っちまったんだろう。おい、兄子、大世間へ帰ったとよ。あの廃所に聞こえないのか。悪いことをした報いじゃ。みんな江戸川さんの執念だよ。え？今度は誰の番かな。姉子、脅かしっこなしたべ。だが、生きてる人間って忍者者には使い切りがないもんだね。何万だ、何万だ。返すよ。とんでもない。もうちょっと預かってください。いやだよ。こんなもの持ってて、あたしが恨まれちゃつまらないからね。そんなこと言わないで、足を助けると思って。お願いだ。不思議な人だな。おい、まあ、本人らしいぞ。ちょっと見てみない。はい、音がしたよ。おい、だけどね、獣みたいにふーっと消えたんだね。うん、そんなこともよくあるからな。朝になったら昨日になったようなことだな。まったくだぞ。だけどね、夢じゃねえだろうな。夢？うん。おいて、おいて、おい、クマ。ん？夢じゃなさそうだぜ。夢？うん。出た！おい、クマ。おい、出た。父さんだ。出た。え？幽霊だ。幽霊だ。幽霊。おい、クマ、これおめえ、俺のお嬢さんじゃねえか。どうせおめえ、あれも幽霊のせいだろうよ。幽霊？ちょっと待って、話してもらって。落ち着け。男は、どこだ。
屋を全焼いたしました。土蔵内にはおびただしい小判を散乱いたし、その中に五兵衛とおぼしき焼死体が仰向けになり両手を喉に当てておりました。これによって見るに彼は何者かのために殺害され死のち焼かれたものと察しられます。なおこれを立証するに居合わせた者どもが猛火の中を奉公するような無邸の者を目撃したと申しております。ある者は絵描き江戸川乱山。何？江戸川乱山？は、その者の言葉に基づき八方手配中にございます。次第は追って申し上げます。これ、待て行け。おー、待て。くせ者は当屋敷へ来るはずだ。手の者を残らず集めて厳重に固め寄せ。姉御、なんだか想像しいようですね。そうかい。およしこ、え、とばっちりを暮らしちゃつまんないぜ。うん、ちょっと見ちゃう。あ、なんだか人殺しがあったようですね。姉御、姉御、姉御、
肉体とともにいかなる現世の迫害をも退けるであろう。上は再びここへ帰れ。